慣れた手つきで次々にホタテの殻をカットしているのが中国人技能実習生。こちらの水産加工会社で行われているのはホタテの殻の選別作業です。殻の汚れを取り除いた後、大きさを測って分けています。機械では行えず人手がいる作業です。紋別市でホタテの加工を行っている高新水産。この工場で働く中国人技能実習生は従業員23人のうち9人、およそ4割を占めている。3月31日入国予定で予定を組んでたんですけども、コロナの影響でビザが発給されないもんですから、ちょっといつになるか未定というか。この会社では20年前から毎年実習生を受け入れていて、今年は新たに10人が働く予定だったが、新型コロナウイルスの影響で未だ来日できていない。人手不足によって生産量は例年と比べ3割落ち込むと見込んでいる。6月から本格的な操業になりますけども、やはり原料の受け入れを減らしていかないとちょっと大変かなという感じで。こちらは今収穫のピークを迎えているアスパラ。アスパラの作業だとか人手が大変かかる仕事については影響が出て、遅れっていうのは出てきている状況ですね、はい。名寄市知恵文地区、今年は27戸の農家が中国からの技能実習生51人を受け入れる予定だったが断念。道北名寄農協は先月、技能実習生に代わり道外の派遣会社を通じて9人の外国人労働者を手配した。しかし9人のうち3人の在留期限切れが発覚。3人は逮捕起訴され、農協は全員の受け入れを見送った。アスパラの収穫は一本一本手作業で行われます。今日から JA の職員が手伝いに入りました。人手不足を少しでも解消しようと、農協や上川振興局の職員らが来月12日まで農作業を手伝うことになった。特に中分地区については、手間暇かかる成果物が大変多いということで、これらの面積を維持していくためにですね、何度かお手伝いしたいなと思っています。収穫期の中、深刻な人手不足。人手を維持できるのか、手探りの状態が続いている。